皆さん、こんにちは。私の YouTube ではちょっと珍しいですが、今回は工事についての動画をアップしてみようと思います。1月後半に施工した物件で、横浜の伊勢佐木町駅の近くにある横浜市宜野文化会館という現場です。2年前に横浜マイスターを拝命した関係で仕事を受けることになりました。管理コストのかからない人工材を多く使った小規模なお庭です。平面図の左側はこのようなイメージで、また右側はこのようなイメージで設計しました。こちらの植栽マスは徳竿を全部抜き取り、既存の石組みを据え直し、草が生えないようにマサド舗装をしました。バックに人工材の竹垣を配置し、砂利を敷いて仕上げました。ライティングはこのようなイメージで設置しました。今回の動画では主に人工竹垣の施工についてお話ししたいと思います。高庄さんのエバーバンブーボード、網代垣のすす竹を使っています。アルミ製の柱と胴縁を組み、ボードをネジ止めします。ここまではそれほど難しい作業ではないので省きますが、押し縁のビス止めや結束についてお話ししていきたいと思います。それでは施工していきましょう。押さえ竹と呼ばれる塩ビ竹を 4×55 のステンレスビスで留めていきます。長いビスですので、インパクトドライバーはドライバー機能とネジ止め機能が切り替えできる4モードのものを使うと便利です。締めすぎて押さえだけを潰してしまわないように注意します。竹垣というのは玉縁のスタート、一番左側の一番上が建仁寺垣でいうところの竹の3枚分逃げたところから始まり、2段目の胴縁の最後が右側から3枚逃げたところで終わるというのが決まりになっています。玉縁に適当な間隔で結びをつけたら、2段目はその結びの間に結びを入れます。ビスを縄で隠すため、この中心にビスを打ちます。玉縁の結びの真ん中に2段目の押し縁の結びを入れるのですが、玉縁のビスは縄で隠すためにあえて中心から外して留めていますので、結びの中心はこの辺になります。この真ん中から下に下がって2段目の押し縁にビスを打ちます。コーナー部分の押さえだけは収まりが良いように加工しなければなりません。直角のコーナーの場合は45度ぐらいに押さえだけをカットします。出てる？ちょっと出てる。そうだね。当たりが悪い場合は修正して取り付けます。
いい？あ、まあ、こんぐらいはね。よいしょ。あれ、これ、いいんだよね。こういう作業は手元がいると非常に助かります。うん、大丈夫。この段はちょうどボードの継ぎ目になっています。あ、いいね。うん。コーナー部分からのスタートも竹垣の決まりにのっとって割りだけ3枚分逃げたところからスタートします。2段目の胴縁の終わりが割りだけ3枚分ですので玉縁の終わりはこの辺の位置になります。次は玉縁の傘の取り付けです。この傘のことをスハマと言います。玉縁全体をスハマということもあります。それはこの家紋にも使われているスハマという文様が引用されています。結びの縄がこのようにかかりますのでビスはこの位置に打ちます。このように位置を決めてビスを打つわけですけれども、このビスの打ち方は少し難しいです。骨組みである 20×40 のこのアルミ胴縁はパネルの後ろ側にあります。ですから傘のてっぺんからまっすぐ下にビスを打ってもこのアルミ胴縁に当たらないのです。てっぺんより少し後ろ側にビスを入れ、さらにビスを手前に傾けて、要するに奥に向かってビスを打っていきます。胴縁に対して斜めにビスを入れることになるので大変難しいです。これはやってみないとわからないと思いますが、位置と方向が決まったらドライバーをドリルモードにします。ここまでビスを傾けても胴縁の当たりにはギリギリです。材料を潰さないようにドリルモードをドライバーモードに切り替えます。
こんな要領で止めていきます。コーナー部分の玉縁の加工は隣と当たる部分だけを竹の曲面に合わせて削ります。うん、もうそっち隙間空いちゃうかな。もうちょっとこっち来たら大丈夫かな。でもぴったりだよ今下の竹と。ぴったり？ちょっと出てるね。いいよ引いて。そう、じゃあもうちょっとだけ気持ちね。うん、気持ち。天然素材の竹の場合はこのような加工を竹引きと小刀でやります。で、どう？入ったね。ビス止めが終わったら縄を通す穴を開けます。ビスで止まっているわけですからあえて縄をかける必要はないのですが、私は仕上がりにこだわってどうしてもこの作業をしたくなります。パネルに凹凸がありドリルの刃が逃げやすいので細いドリルで下穴を開けます。縄が通る太さのドリルの刃に付け替えます。穴が目立たないよう押し縁の下に半分穴が見える程度にします。押し縁が傷つかないように押し縁を押し上げながら穴を開けます。穴に縄を通します。縄の長さは2つ折りにして 1.5 メーターぐらいです。布首、いわゆるとっくり結びになるように縄を回します。縄を回したら左右の長さを確認します。右手の縄が左より若干短くなるのが理想的です。長さを調整します。このぐらいの長さの差になっていれば縄の無駄が出ません。縄のよじれを直して2本が揃うようにします。ねじりイボ結びといういわゆる飾り結びですけれども、飾り結びも何種類かありますし結び方も人によって違うと思います。私のやり方が正しいということではなく参考としてご覧ください。私の場合はまずイボイの仮結びをします。人によってはここで仮結びをしないでいきなりねじった縄を輪っかに突っ込むという方法もあります。今引いた方の縄を
付け根からしっかりねじっていきます。10回ぐらいねじって真ん中をつまみねじり上げます。これを仮結びの輪っかに通して捻らなかった方の縄を引き締めます。捻った方の縄をこのようにかけてほどけるのを防ぎます。形を整えたらタレを適当な長さで切り揃えます。もう一度やります。うの首に縄をかけたらイボイの仮結びをします。一旦引き締めます。今引いた縄の方をねじります。しっかりねじって半分に畳み仮の輪っかの中を通します。ねじった縄ではない方の縄を引き締めます。ねじった方の縄を輪っかにして引っ掛けます。タレの長さを揃えて切ります。タレの先がほつれていかないように一結びします。これはやらなければならないというものでもありません。天然の白縄の場合はやった方が良いかもしれませんが、ナイロンの縄の場合はほつれにくいのでやる必要はないかもしれません。次に押し縁の結びをやります。まず縄を二重にして縄玉を作ります。適当な長さを引き出して半分に折ったら脇に挟みます。一周目で縄を殺しておいて、最後をくぐらして止めます。このように引き出しながら使います。垣根の裏側に回れる場合は、先ほどの玉縁のようにボードに穴を開けて紐を通しますけれども、ここの場合のように裏に回れない場合は表側だけに結ばなければなりませんので、押し縁自体に縄をかけることになり、まあ言ってみればただの本当の飾りです。うの首になるように縄を回します。
縄の無駄が出ないように長さを調整します。あまり強く結ぼうとするとこのバッテンの部分が寄ってきてしまいますので、むしろ後で調整しやすいように緩めに結束します。ここでの結びは普通のイボイ、いわゆるイボ結び、男結びと呼ばれる結び方です。仮結びのように輪っかを残して引っ張ってもいいですし、輪っかを残さないで結び切りにしても良いでしょう。後ろの胴縁と結束する方がずっとやりやすいです。このインチキ結びはなかなか難しいです。15年ほど前にこの網代柿をボードを使わず10ミリの塩ビだけを実際に組み上げて網代柿を作ってみたことがありますが、とても大変だったのを覚えています。人工材は嫌いだという方もいらっしゃると思いますが、こんな難しい竹垣がこのクオリティで短時間で制作できて、しかも腐らないのなら、それはそれで良いのではないかと私は思っています。このすのこ状の床も塩ビ竹で作ってあります。竹垣の下の部分にはミラーボードを貼り、奥行きを出しています。今回は人工竹垣を中心に施工例をご覧いただきました。ご視聴ありがとうございました。
うん。